ティ深夜2時を回りました。From INI、INI の西博人です。シュフェンファンです。田島翔吾です。佐野雄大です。池崎理人です、この番組は僕たちグローバルボーイズグループ INI がリスナーのあなたとつながるこの場所から今の僕たちをダイレクトにお届けします。さあ1時からねお送りしてますこの番組後半はこの5人でお送りします。お願いします。西君めちゃめちゃうまい。いやうまいうまいうまい、いやちょっとね、うん、最初前半1時間もあったのでちょっと後半ねちゃんとガラッて変えていきたいですね。そうですね、はいはいはい、初めてのレギュラー番組一発目ですが、はい、緊張してますか皆さん。ガチガチですね。ガチガチ。ガチガチ。本当本当本当。めっちゃ顔はトロントロンだけど。でもね、リラックスしてますよね、みんな。みんな前半メンバーの放送を聞いてどうでしたか。いや、面白かった。面白かったね。なんか新メンバーいました。藤巻浩介。新メンバーいましたよね。浩介くんね。すっごい元気だったよね。ね、元気でした。そう、ワンパクね。そうや、そうや。体育会系感じましたね。あ、そうや、最初。ビビったわ。まあ、僕たちもね、負けないように頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい。見ます。ここで初めて聞く人のために、改めてこのメンバーの自己紹介をしていきましょう。はい、はい。名前と皆さんに覚えてもらえるような一言アピールをお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ。はい。はい、まず僕からいきます。はい。マヨネーズが好きでマヨネーズさえつければ何でも食べれます。落ち葉も食べました。西博人です。そのままやそのままや。なんでこれを例文にしたんですか本当に。事実だよね。これ事実やからイメージ。どういうどこえそれ誰見てた誰が見てたんだろうマヨネーズは本当に好き。いや俺実はこれマヨネーズすごい俺嫌いだったのよ。あ、そうだ、そう。じゃ全然違うやん。全然違うよね。そう最近そのお好み焼きとかに、うん、はいはい、あのお好み焼きソースと混ぜて食べたらいけるようになって、それからマヨネーズよくなる。それでいけるマヨネーズもめっちゃうまいよ。ケチャップマヨネーズ。そう、オーロラ。ああ、オーロラ。ああ、俺もそうするわ。そうするする。あれうまいね。ちょっと待って、ちょっと待って、俺自己紹介してないから。え、今ね。まあそうですね。最近マヨネーズを食べれるようになった西博人です。ああ、そういう感じで。まあまあいいでしょう。いいですね。はい。はい。はい。田島翔吾です。僕はマイペースでゆっくりな性格なので皆さんぜひついてきてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。INI の佐野雄大です。INI では癒しと愛嬌とツッコミを担当します。あ、今日はモノマネも担当しようかと思っているので、今日は一発久しぶりにジャイアンのモノマネをしたいと思います。いいですね。久しぶりに行きますね。じゃあ行きます。おいのび太、よろしくね。音声だけだからちょっと今日頑張ったね。生き生きしてるよ。そうリズムよりはクオリティ良かったかも。良かった。いいの入ったもんね。ね、いいの入った。モノマネ担当してはいるけど、クオリティはね、さておきみたいな。大満足、大満足です。よかった。はい、どうみなさん、こんばんにちは、池崎りひじゃんです。はい。誰池崎りひじゃですよ。これ、ゲーム実況者の。YouTuber の。めちゃくちゃでも面白い。俺、超大好きなんで。あ、ひろとさん。スネークの声似てる方。あ、リトルこの前言ってた人が。そう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 、そう、音ちゃんさん。そう。元の声が似てる人でさ。そう。その人のモノマネしながら自己紹介しました。最近。難しい。難しい。はい。最近は。でも、銭湯行ったね。銭湯、そう。翔吾くんと銭湯行きました。結局行った。いや、そう結局行ったんだ。行ったは行ったらいいんだけど、うん、お湯が爆熱い。マジ、今まで入ったお湯出なくて行ったら、お湯が爆熱かった。熱すぎた。やばい。びっくりしたよね、ほんとに。マグマ。マグマ。マグマ。ガチマグマ。そこってサウナあんの？サウナはないわ。あ、ないんだ。はい、なんですよ、銭湯。面白い銭湯でした。ありがとうございます。これも行きたいですね。行きましょう、行きましょう。じゃあ次、お願いします。ラスト。シューフェンファンです。去年、大学を卒業しました。卒論の、おめでとう、はい、おめでとう。卒論のテーマは、マーケティング分野における会計分析を用いた INI メンバーの花の穴の大きさと今後人気の
関係についての 分析と研究です。ちょっと発表した。情報量多すぎんか。マーケティングの後に鼻の穴って聞こえた。どんなマーケティングだ。もう一回行く。もう一回じゃあ行こうか。もう一回行く。はい。マーケティング分野における回帰分析を用いた INI メンバーの穴の大きさと今後人気の関係について分析と研究です。あー、なんでそれを先行してたんですか。それを先行しました。やばい。もう1年間ずっとそれについて。どういうことなんそれ。ずっとそれについて調べる。じゃあ教えてほしいわ。やっぱね、穴の大きさってやっぱ人気の指標に。あ、穴の穴でかければでかいほど人気なの。なんか今率直に気になっちゃったわ。でちなみに鼻の穴一番でかかったメンバー誰？西広とです。でもさ、俺の鼻これ見てほしいんだけど、俺結構こうなってる。確かに日本地図みたいな。なんか面地図。でもさ、本地図は面積が広いっぽいね。長いけど面積が広い。ああ、広い。まあフェンフェンはこれを言うためにめちゃくちゃメモしてますね。めちゃくちゃ人気出ると思いますよ。これがもう鼻の穴を広げていこうかなと思いますね、はいはい、これ言うためにめちゃメモしてるやん。いやすごいね。長いもちゃんと書いてるやん。長いもちゃんと気合入ってる。最近フェンフェンはちょっと気合入れてくるから、ね、最近結構だよね。頑張るね。頑張ってます。頑張るで言われたけど。嫌だね。はい。ちょっと嫌だね。ということで、皆さん、ツイッターでも番組の感想、リアクションなど、つぶやいてくださいね。はい。つぶやく際は、はい。はい、俺らが。つぶやく際は、ハッシュタグ、カタカナで、フロイニでお願いします。フロイニ。フロイニ。はい。正午 from INI グローバルボーイズグループ INI がお送りしています。 from INI。 まあここまでオープニングでしたけど、いや結構ラフですよ、ね、うん、楽しいですね。うまくできたのかな。それはどうなのかな。うまくいってるのかいってないのかも分かんないね。なんかねえ、ね、大丈夫かな。まあ大丈夫でしょう。心配。すごい鼻の穴でかき乱したし。すごい変化球来てるやつね。確かに。まあ一応このラジオで曲紹介も初めてやってみてどうだったっていうのが台本に書いてあるんですけど、ゆうで曲紹介やってみてどうだった？はい、すっごい苦手です。曲送りで紹介しました。送った後にね。すごい苦手ですね。緊張してる？めっちゃ緊張しちゃった。まだ緊張してる。この部分だけ異常に緊張したもん今。体疲れたなんか。結構大事だからね。そうそうそう、だから決め感があるから、ね。確かに。曲紹介もね。曲紹介すごい大事ですから。曲紹介何？大事ですね。曲紹介大事。大事ですね。自分だったらどんな感じで曲紹介やる？ライター？まじなんか得意そうなやつで。じゃあ次やるから。ああ、そうか。じゃあ次、じゃあペンファンにお願いしましょう。はい。楽しみですね。任せてください。お願いします。はい。一時代もやったこちらのコーナーから、INI へ10の質問。イエーイ。イエーイ。全クエ質問。もっとやれるか。切り方が独特すぎる。はい。リスナーの皆さんに我々 INI をより分かっていただくために、番組側から用意された10の質問にメンバーが答えていきます。おいしょ。はい、何でも答えます。天の声で質問が来ますので。おなんだなんだ。天の声さんが来ますよ。天の声さん。はい。なのでできるだけすぐに。はい、ね、できるだけすぐに、はい、天の声にはすぐにアンサーしないと待ってくれないよ、ね、はい、まあ先ほども言ったんですけど基本誰が答えても構いません。はい、めちゃめちゃ言っちゃいます。はい、お願いしますね。はい、はい、じゃあそれでは INI の10の質問スタート。 INI の自慢できるところを3つお答えください。3つ。個性豊か。服の系統みんなバラバラで面白い。おお、髪色バラバラ。おお、俺の声がいい。、うん、INI の2022年の目標を教えてください。世界制覇火星ワンマンライブ。絶対やろうな。絶対やろうな。INI をフルーツに例えたら何？
佐野雄大さんお答えください。はい、あ、モンブラン、モンブラン、モンブラン。フルーツじゃないし、フルーツみたいなマフラーがモンブランやるってか、モンブランしか出てこない。モンブラン大好きだからいいよ。このメンバー内で一番頼りになるのは、うん、おー、でもこのメンバー内、このメンバー内に白と兄さんじゃない。おー、嬉しい。もう田島ね、いや結構みんな頼りになるとこあるけどね。確かに確かに、いろんな面でね。確かに、グローバルいるしね。グローバルいるしね。グローバル呼びになって、このメンバー内で一番の綺麗好きは、でも、いや俺はタジ、いや俺はタジか、俺っしょ絶対。いや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 、それはね、ないんじゃないかも。みんな来て、俺汚い、俺汚い、タジの部屋めっちゃ汚い、めっちゃ綺麗。翔吾くん綺麗、めっちゃ綺麗。ヒロとお前行った時めっちゃ綺麗だったよ。おー、うん、でしょ。確かに、ヒロくん綺麗、俺もめっちゃ綺麗だったよ。やばい、あれは普通に雄大はちょっと野原家の押し入れみたいな、しんのすけの家の。このメンバー内で一番わがままなのは、絶対にしくん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 、一番子供やもん、一番子供やもん、ね、うん、頼りになりつつ、そう、わがまま、二刀流したから、二刀流強い、いや他誰、やだな、わがままっぽい人、でも自分なんか、自分も結構わがままかも、わがままっていうよりかは自分が硬いんちゃう、ああ、まあちょっとそういうとこはある、じゃなきゃやだやだって人はいないかな、確かに、そうだね、我が強い。この番組が決まって言い方、一番気合いの入ってるのは誰？帰ってきたね。そうなの。これ即答だね。そっか。帰ってる。放送中、一番滑るだろうなというメンバーは誰？佐野雄大。なんで俺なんだよ。佐野雄大。なんで俺なんだよ。フェンファンもやりづらそう。いや、フェンファンは放送見てみないとどっちに転んでるか分かんない。編集でどうなってるか。確かに。池崎理人さん。おはい。この番組への意気込みを、2文字でお願いします。2文字？ 2 文字。ごごどごごご ごあおおお、まあ、普通でしょ。そんな、ちょっと今怖かったね。怖かったね。俺ね、そんな怖かったら今めっちゃ怖かった。みんなね、今ペンパンの大声にビビって、みんなこうヘッドホン外してた。はい、ここからはまあそれぞれの答えに関しても反論がある人もいると思うのでね、はい、答えをおさらいして。はいはい、行きましょう、はい、はい。最初の質問は INI の自慢できるところを3つということで、個性、そうだね、個性と、確かに髪色もあったっけ、髪色、あとみんなの服装とかもね、ああ服もバラバラ、なるほどね、みんなそれぞれなんか確立してるからなんか面白いよね、確かにね、なんかキャラとしてなんか、ね、なってるよね、あ、わかるわかる、めっちゃわかるわ、うん、キャラと服一致してるよね、そう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 、確かに、なるほどね。まあ、でも最近でも俺思うのは、すごいおしゃれだなみたいな、なんだろう、みんな最近お買い物してるよね、うん、そう、それはあるかも、それはある、それはあるね、そう、みんなおしゃれなんだよね、でも俺も思った、うん、なんかもっとなんかおしゃれな気がする、もっと、何よりもっと、前よりもっと、そう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 、でも前より気にするようになったかもね、さらに、確かに、なんか、てか、なんかメンバー内でも見られてる感じしてきた、なんか最近、わかる？マジ？こうさ出てきてさ、なんか、え、なんかそういう新しく買ったみたいな、すぐ聞かれる、確かに、まあまあまあ、家出るときエレベーターの中で話して、あれ？いいじゃんこれ。最近いつ買ったの？そうそうそう。そう日にちと場所まで聞いちゃう。まあ、ね、俺も聞くわ。なんか見られてる意識。ね、うん、こんだけ前にいたらさ、うん、気づくもんね。気づくよね。気づく。これ新しいわ。ってなすぐ気づく。あとしかもさ、なんか毎回ラジオとかさ、うん、出た後私服で写真撮るじゃん。ああ、めっちゃわかる。それもな。
割とそれのために最近私服いっぱい買ってるかも。ああ、なるほどね。じゃ困るんだよね、うんうん、俺あんまさ量はそんな持ってないからさ、うんうん、なんかこれしか持ってないかみたいな感じで、いやいや分かる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 、バリエーションがだんだんちょっと追いつかないよね、うんうんうん、雄大は大量に服ある、大量にあるよね。俺はすげえあるよね。いろんな服を着たいから安くいっぱい買うタイプなんよ。あ、家しまうとこある、そんな。あれ自分でクローゼット1個作った。作った、そうなんや。DIY？ DIY して。そうそうそう。ボルトとかこうバーってやって。マジで？普通にリビングに？リビングのベッドの横のところに自分で作った。すごい。アメフトの服入ってんの？アメフトなんか入ってる。いいのしか分からんから。紫のやつ。なんか持ってた。いや、なんかちゃんとアメフトだった。どういうこと？アメフトの服って。アメフトで一式ユニフォーム。なんか上だけかな？上だけ。なんかえユニフォームあれ何で着たっけ、アメフトみたいな古着でなんか面白いなと思って買って、それをリヒトまで来たらずっと言われんねんアメフト着てるやん。じゃあまあ続いて2個目のあれ質問が、はい、INI の2022年の目標を教えてください。これすごかったやつか、何言ったっけ、誰か個性でワンマンライブ誰やっけな、世界制覇とか言ってた。世界制覇はいいだろ、世界制覇自分で言ってたやん成功までしてる人いたな。世界線。俺は宇宙旅行だね。一番最近前澤社長。確かに。すごいよね。すごいよね。あそこまで行くとなんか宇宙旅行になるんだって。確かに。すごいよね。いやすごいなんか。行ってみたいな。次元が違うよね。無重力ダンス。無重力ダンス。スペシャルパフォーマンス。スペシャルパフォーマンス。SPV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 。ノーグラビティバージョン。ノーグラビティバージョン。グラビティ。NGV？ NGPV。PV なんだ、そこは。よくわかんない。タジはなんか答えてた？俺、普通に真面目に答えちゃった。飛躍する年にしたいって。めちゃくちゃ埋もれてたね。めちゃくちゃ埋もれてたから。真面目だね。飛躍。ね。いやまあそりゃそうだよ、そうだよ、まあまあまあ真剣に。でもよかった、今3人ボケてたから1人マジみたいな。ちゃんと言っといてよかった。でもその後のさ、 INI をフルーツで例えたら何じゃ、ガチそれじゃほんまに聞かれたらなんていう、普通にフルーツじゃない、違うやん。でもね、難しいかもね、だって個性いっぱいだから。そういうフルーツがあるにしてもモンブランはね。でもモンブランはこうやって頂上までこうやってなんかぐるぐるいくやんか。だからゆっくりみんなでフルーツじゃないっていう。しかもフルーツでもないし、しかもそれをさらにこう練ってぐちょぐちょにしたやつだから、ね、ガチガチに加工してるやつだから、ね、なんか変な理由つけてたけど。なんかじゃあパッと思い浮かぶ人いる、ね、フルーツ。フルーツ321はい、パシャフルーツ。やばいやつ言ったやろ絶対。今一人ガバー、なんか一人なんかおらんかったわ。全然何て言ったの。ガバーガバー、でもリヒトさ、ガバーなんかめっちゃ知らないフルーツめっちゃ知ってるの。ガバーは知ってるの。なんかみんな知らないんだけど。例えばマンゴスチンとかね。知ってる。まああるはあるでしょ。俺タイにさ、そう小学校の時いたからさ、4年間ぐらいめっちゃ食べてたよ。ソムオ、マンゴスチン、ライチ、ドラゴンフルーツ、ドラゴンフルーツ、そうそういっぱい、あのマンゴーも食べてたなよく。マンゴスチンはどんな服だもんな。マンゴスチン？見た目が黒紫みたいな色してて、外側開けて割ったら硬いんだ。あのね、そう硬い皮が、そう中があのみかんってなんか連結しとるやん。あの感じで真っ白のね。果肉がね入っててね。真っ白だったの見たら。あ、俺食べたことあるかも。本当？真っ白の、真っ白のさ。あ、そうそうそう、それ。これ。マンゴスチンの写真。それのさ、漫画で出てきそうな。毒々しいな。あれめっちゃ美味しい。これ美味しいんだよね。美味しい。すげえ。どこで食べんのこれ？あの白い部分。あ。あ、どこで？どこで？でも中国にも結構ある。あるんだ。そっかそっか。初めて食べてみたいな。ぜひ食べてください。じゃあ INI をフルーツで例えるとマンゴスチン。違うだろ。どんなのか聞かれたら。今回魅力的だから。まあまあね。まだね、未知な領域だぞということで。確かに確かに。いいね。いい感じにありがとう。このメンバー内で一番頼りになるのは
まあみんなだね、みんなだったね、みんなだったね、それぞれの分野で頼りになる、そうだね。その次が一番綺麗好き。いやこれはガチで、うん、ほんまに思うんだけど、俺今部屋マジで綺麗やから。綺麗まである？いやあんのほんまに。これはガチでちょっとじゃ あ, あっちにいるな。じゃあ本当に最新の俺の部屋、そうそうそう、あそう証人がいるから、そう誰だジンとか、あこの前部屋来た時に俺部屋汚いキャラみたいになってるから、なんか今度なんかであったらこれ俺の部屋ガチ綺麗やんって言って説明して、え本当に片付いて片付いてみたいな言ってくれたから、この言うわって言ってくれた時ジンあっちいるからちょっと証明してくれる人いないな。掃除する頻度はどんぐらいなのみんな？え俺もあのお昼からとか なったらもう朝のうちにもうできる時にするまあもうそうなんだ、してから出るからガチちゃんと綺麗、洗濯も毎日回してるし俺、毎日毎日回してる、毎日回してる。でも心が綺麗な人が部屋綺麗とか言うよね。ああだから現れるよ、ね、だからどうどうなのどうなのはやめる。どうどうなの。俺とか超気分だな、部屋の掃除とか。俺も気分だ、俺も気分だよ。もう一気にでも やるってなったらガーッ全部一気にやる。ああなるほどね。でも掃除したらめっちゃ気持ちいいよ、ね、マジで気持ちいい、うん、マジで気持ちいい、気持ちいい。ヒロトの最近の部屋わかんないけど、確かに俺何も変わってないよ別に。本当？じゃあ綺麗じゃん。めっちゃ整頓されてなんかいい匂いで暗かった。いい匂い。いい匂いで暗かった。しかも西君線香炊くからね。お線香とか。あ、線香炊くな。お香ね。線香じゃない。線香だよ。お香か。お香か。ご仏壇。違うもんね。ご仏壇がドンってやる。お香いいんだよな。ね、あれ落ち着くんだよね。俺おばあちゃん家の匂い、それこそお線香の匂いとかがめっちゃ俺好きだった。ああね。お香の匂いとか結構落ち着くんだ。確かに西君買い物ってお香ちょっと見てるもんないつも。あ、この前ねあった。そうそうそう。お香ね。そう。なんかね結構いい感じの店あったんだよね。ね、気になるな。俺もこの前お香3本もらった。からちょっと、でも俺お香のお香立てがなくて、お香の棒だけしか今ないから。あ、でもそこのね、そこにね、そうそうそう。お香立ていっぱいいなと。お香って匂い全部違うの？めっちゃ種類あるよ。あるんだ。そうなんや。探そうと思ったら、結構匂い何、ね、残る？取れる？すぐ？物によるんじゃない？でも、そんな俺めっちゃくちゃお香マニアだった。ちょっと気になっちゃった。お香またみんな。僕は結構ヒノキの香りとか、あめっちゃ分かる、金木犀とかいろいろありますね。自然金木犀大好き本当に、はい。あとはなんだろうな、このメンバー内で一番わがままなのは西君やってたから。すごい速度だった。わがまま、こだわり、こだわりかな、うん、言い換えると。でもいい方だよね、うん、いい方、いい方、いい方、被害が少ない方だよ。まだ許容範囲かな。初めて。いい感じのあれだよね。でこだわりがあるから、いい意味でこだわりがある。そうそう、お料理日本語うまい。でも結構そんなこと言ったら結構みんなこだわりあるよ。例えばやけど、例えば西君とかやったら、あの弁当とかあったら自分が食べたいちょっと、おーそう、俺はだ、俺絶対じゃん、絶対じゃんけんしたら、あもう無理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 みたいな感じで。いやいや、じゃんけんはええやん。いやいや、それさ、まあまあ、よこせとかやったら楽しいや。まあまあ、じゃんけん、ね、そういう時一番始めにくいかもしれない。やろうぜ。ちゃんとね、平等に欲しがる。欲しい。欲しいものは勝負する。正面ですね。絶対譲らんもんな。あとはなんだっけ、リヒトのこの番組への意気込みを2文字でお願いします。これの、これもういいよ。何だった？これもう無理。何だった？もっとあったでしょ。何だった？ね、2文字ってむずくない？むずい、むずい。2文字むずいね。むずいね。もうゴトゥみたいな。ゴトゥなって終わったけどさ。ゴトゥみたいな。急に言われたらマジで頭真っ白。2文字って限られるやん。何？君みたいな。僕みたいな。2文字意気込み、意気込み、意気込みか。そっか。やる、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 確かに。する、声、やる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 、する、とりあえずやる、やる、やる、意気込みはやる、やる、超シンプル、シンプルでね。すみません、ここはやるでお願いします。とりあえず行動しなさいということですね。お願いします。はい、という感じでしたね。でしたね。僕ら INI のことを分かっていただけたでしょうか。たでしょうか。はい。
シューフェンパン from I9。 ハッシュタグフロイニ。はい、グローバルボーイズグループ INI がお送りしています from INI。 続いてはこちら、クイズ INI イメージランキングビュービュービュー。はい、こちらも1時台にやりましたが、事前にスタッフがイメージだけで INI メンバーのあるランキングを作ってもらっています。はい、そのイメージだけ ね、 そうですね、イメージ大事ですからね。その順位だけを発表しますので、みんなはそれが何のランキングか当ててください。はい、ちなみに僕も何か分かっていませんので、お、一緒に当てましょうよ。一緒にね、偏見ランキング、そう、偏見ランキング、ランキング、メンバー内のランキング、メンバー内がこうなんかアンケート取ったわけでもなく、完全にスタッフさんが、ね、完全にスタッフさんが顔だけ見て顔だけ見てそうそうそう、偏見による、はい、ってことは俺らのことを見てくれてるいろんな人とかのイメージにも、まあまあまあ、まあ、確かに割と近い可能性はある、まあ、確かに、そうだね、大事だよ、めちゃめちゃ大事ですねこれ、うん、大事だよ、大事、本気でいきます。ある意味僕の評価でもあると思う、確かに初見のね、怖い、なんか息がちょっと緊張してきたドキドキ。じゃあではまずヒントとなる順位を発表していきましょう。はい、はい、じゃあ第5位、はい、シュー・フェンファン、5位がフェンファン、第4位田島翔吾、待てや、なんだ、第3位池崎理人、なんか怖くなってきた、怖くなってきた、難しいな、第2位佐野優太、これが2位ってことで、そして第1位は西ヒロトということで、なんだろうね、なんだろうこれ、もうこれ当てちゃっていいですか、わかる、リトさんやな、俺さんやさん、あ、じゃあわかるかも、はい、リスナーさんには、このタイミングで番組公式ツイッターの方で答えを発表します、うん、答えを見て楽しみもよし、見ずに一緒に考えるもよし、お楽しみください。おー、はい、この並びから考えて何のイメージランキングか当ててくださいね。はい、分かった人から挙手でお願いします。はい、ゲーム強そうなランキング。お、ああ、違う。あ、でもなんか顔見てもゲーム強そうだから分からんか。そうや。俺、あ、ミスった。はいはい。これ思いついたんだよ。タジ。朝が苦手そう。ああ。なんだろう。なんだろうな。はい、はい、筋肉ゴリゴリそうランキング。思った思った。あ、違うや。だとしたらリスト。3位1か2じゃない、5位がフェンファンで1位が俺、難しいな、俺とタジのちょっと割と共通してるとこ、そうだよね、そう初見で確かに、割とこう自然系、あ、分かったか分かったか、はい、アウトドアっぽい、違う、なるほどね、はい、あ、どうぞ、オーガニスじゃない順手上げてから考えるの、僕早いな、はい、はいはい、本読まなさそうランキング、何、じゃあ皆さん、そろそろあんまりにも出ないのでヒントを、はい、ントを、当てたい、当てたい、当てたい、はい、当てたい、いや僕だけ答え見させていただいたんですけど、はいはい、ね、ま、僕としては、うん、あんまり嬉しくないですね。嬉しくない、なるほど。西君のイメージとは合ってる？いや、俺こうやって見られてるんだって。何？何だろうね。気になるんやけど。何系だ？気になる。でもこれは、あの、本当に多分ガチの評価かもしれん。合ってる。俺写真だけとかじゃない。割と合ってる。そういうこと？俺も2位やからさ、俺も嫌がる？嫌っぽい？まあこれ言われて嬉しいっていう人はいないよ。めっちゃ嬉しいわ。じゃあそういう傾向。じゃあ5位でよかった。何？何？そっか、でもフェンファン。え？これは見たことないわ。え？この瞬間は。あ、わかった。はい。泣きそうなランキング。なるほどね。正解はね、イメージ泣き虫ランキング。泣き虫ランキング。俺そんなか。確かに。偏見で言ったら、泣きそうな顔見えへんよな。見えんな、でも。そうだね。そんな、いや、違う。西君が意外と、なんか、まあでもね、いざになるとめっちゃ泣く。いや、そう。実際でもさ、でもさ、イメージじゃん。イメージじゃん。ろ、うん。いや、すごいな。でも当たってるくない？当たってるね。まあ、確かに。当たってるか。でも俺、当たってないこの順番で。でも俺とタジ、結構当たってるかも。順番やったら確かに当ってるな、絶対。当ってるよね。すごいわ。
いや俺は泣き虫とか、まあ泣くとこ泣いてるだけよ。まあ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 、そういうなんかそういうところもある。ビビるタイミングで泣いてるよ。してないと思う。まあそれ俺もビビるタイミングでは泣いてないよ、うん、絶対に。まあこういう感じなんですね。なんかちょっともうこれからは頑張って我慢しますね。いや泣いていいんだよ。泣いていいんです。悪いことじゃない。はい、じゃあ全然悪いことじゃない。時間があるっぽいので、はい、もう一問もう一問しちゃいましょう。当てたい。第5位から。はい。タジ。5位また低いな。次第4位。俺西。俺西ヒロトです。知ってるよ。第3位。リヒト。ああ。第2位。フェンファン。何これ。そして第1位は。お。佐野雄大です。ありがとうございます。ありがとうございます。よっしゃ1位か。まだランキング分かんないか。内容にもよるよ。タジ、俺、リヒト、フェンファン、雄大、ではリスナーの皆さんにはこのタイミングで番組公式ツイッターの方で答えを発表します。答えを見て楽しむもよし、はい、見ずに一緒に考えるもよし、はい、お楽しみください。ということで、はい、メンバーの皆さん、この並びから考えて何のイメージランキングか当ててください。ちょっと思いついたかも。はい。何？愛嬌が得意のランキング。お、ああ、ああ、ああ、なるほど。ブブだった。でもぽいね。ぽいよね。確かに。はい。髪の毛も死んでる人で。いやいやいや。俺結構トゥルトゥルやね。あ、そっか。俺死んでるわ。あ、そっか。あ、分かった。はい、はいはい、子供っぽそうに見えるランキング。違う、分かるかも。そういう系かもね。はい。はい、甘えん坊そうランキング。そういう系っぽいよな。俺が1位でなきゃそんな感じになるんや。一番あ、いい俺、うん、はいはい、一番ハートマークが似合う。マニアックやつ。マニアックやつ。なんかピンポイントすぎるでしょ。じゃあ、はい、またヒント。ヒントいきますよ。僕答え見ちゃいます、はい、あーなるほどね。あーでもこれはあながち間違いではないかも。俺の経験上、これ俺じゃあ弁解する準備しておきますね。これなんだ。ちなみにこれがっつりプライベートですね。プライベート、プライベート、プライベートの内容です。はいはい、リヒト、好き嫌い多そうランキング。違う。はいはい、料理が下手そう、うん、はいはい、はい、めっちゃ服買ってそう。もう分かんない。あ、いい、はい、服ダサそう。いいよ。これでピンポンみたいな。尊敬すぎしょ。これもう裸で来るよ。服がダサそう。もう着ないし。服着れなくなっちゃう。じゃあこれ大ヒントね。うん、うん、大ヒント。丸々が遅そう。ああ。はいはいはい。はい、雄大。足が遅そう。え、違う。はい、そういうことも、はい。朝起きるのが遅そう。まだあるよ。あ、あげたあげた、はい、まだある。食べるのが遅そう。違う。ずっと、え、寝るのが遅そう。違う。え、これはね、あの、人に迷惑かけてます、これは。あ、分かった、はい、はい。準備が遅そう。違う。え、あ、分かった。はい。返信が遅そう。おー、これはすごいわ。え、ね、でも当たりや。いや、これは大当たりです。これは、はい、まあ、答えが。いや、来るわ、来る。LINE の返信遅そうランキング。これ、当たり当たり。え、これ、すごい、つけた人マジですごいっすよ、これは。雄大音信不通やもんな。いや、これはマジ自覚ありっす、ほんとに。そうだ、俺とたまにさ、こう飯行こうとかさ、出かけようとか言ってさ、LINE すんの全然帰ってこない。違うや、違うや、結局もうそれでも。雄大確かに。違う、違う、違う。なんかこう、帰り道とかもさ、で、帰ったら、いや、ゲームしようぜ、つって、おい、やろうぜ、やろうぜってなって、俺は結構盛り上がってた。お互い、まあ、雄大も、あ、楽しみしてんだろうなと思って、で、帰って、うし、ゲームやろうぜ、全然返事返ってない。いや、そういうやつや。違う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 。一応見てはいる。ちょっと分かる。いや、もう思わせぶりがすごい。じゃあこの返す気になっちゃう人なの。なんか。なんか。もう全然返ってこない。違う違う、リス返してこない。いやいや、一回見るたびに LINE 消しようか。西君も遅いや。西君も遅いわ。思えば。西君も遅いって普通に。めっちゃ興奮してる人。いや、でも。
大事な時は早い。そうだね。大事な時は早い。そうそうそう。あの大事な時は早い。約束系とかは全部早い。いやいや、俺と約束してたよ。違う違う。それは電話して話そうって言ってたよ。電話も出ないから。電話出るわ。出ない出ない。それは準備してたからっしょ。見てなかった。あの3トゥルルルルンまでに出ろよ。こだわり。こだわり強い。最後の最後まで本当に。3トゥルルは結構早いやん。持ってないと出れないやつ。3トゥルルは。でも家に行ったら気づかない。まあ確かな。俺既読無視の方が俺まだいいと思う。あ、絶対俺もそれは思う。未読より既読の方がいいよな。確かに。じゃあしろ。じゃあしろ。俺はね、既読無視されるとちょっと嫌だ。ああ、うん、無視は嫌だっていう。そう、無視自体がね。未読無視はまだなんかいける。まだいける。でもそれも希望が見える。ごめんなさい。まあ、ということで、まあ、ある意味これも正解っちゃ正解のね、まあまあ正解イメージと合ってる状態でしたね。正解や。はい、ということで以上、クイズ INI イメージランキングでした。佐野雄大 from INI ハッシュタグフロイニ。さてここからはメンバーがそれぞれ選曲していくイニチューンズですね。イニチューンズ。はい、ここでは池崎理人くんにやっていただきます。任せなさい。そうはい、お願いします。僕が選んだのはささくれ UK さんで、うん、とんでもワンダーズという歌ですね。なんだこの曲を。そうですね、この曲はあの、ま、みんな使ってる動画アプリってあると思うんですけど、うん、それでまあ頻繁に一時期聞いててなんかめっちゃ頭から離れんと思って、うん、でなんかその曲を、まあ、ダンスカバーしてるゲームがあって、うんうん、ゲームのそのなんかミュージックビデオみたいなの見た時も可愛すぎて、うんうん、なんかそのもうなんか思い出したね。なんかアイドルってこんな感じだなっていうのも、まあ、ゲームなんですけどバーチャルなんですけど、ああこのなんかキャピキャピこの何キラキラ、そのたくみくんみたいなキラキラをさ、アイドルっぽいね。たくみっぽい曲ってことですか。まあ、たくみくんをイメージして聞いたら面白いかもね。気になるな。気になるな。そう、雄大も好きやんね、これ。うん、リヒトがこ の, あ の, その動画がもうめっちゃ可愛いからつって俺に動画送ってきてくれて2人見てやべえなって言ってやべえな。じゃあそれもやっぱ匠っぽい。ボイ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 、もう匠っぽい。気になるな、はい、気になるね。はい、池崎リヒト from INI ハッシュタグフロイニ。どうですか皆さん、可愛いでしょ。可愛いね。初めてよ俺聞きました ね, そうね。俺も初めて聞いた。初めて触れたこういう、うん、なんかね、なんかさ、アニメって感じ。ボカロっていう感じ。そうそう、ボカロ、ね、しますね。そう、なんかそう、アニメ好きだった頃を個人的に思い出すから惹かれるのかな。すごい中毒性があって好きなんですよね。普通にめっちゃ踊っちゃった。待ってたな。目つぶって待ってたね。匠っぽかったですね。匠っぽかったね。っぽかったね。いい曲だ。じゃあ、イニチューンズ。はい。もう一曲、行ってみましょう。はい。行きましょう、行きましょう。続いては、西ひろとです。お、はい、はいはい、お願いします、はい、僕が選んだのは、はい、リムさんのタイムリミットという曲ですね、はい、なんで。いや、まあ、僕も個人的にリムさんがすごい好きで、うんうんうん、ずっと好き で最近も新曲ヤーンっていう曲を出したんですけど、それもめちゃくちゃいいんですけど、あえてもう本当に僕がずっと前から、まあ、ずっと前って言っても去年ボストンバックっていうアルバムが出たんですけど、その中の一曲なんですけど、その熊井五郎さんっていうトラックを作ってる方がいるんですけど、確かのトラックも使えて、それもめちゃくちゃおしゃれで、おしゃれだよね。そうですね、大学生ぐらいの時とめっちゃ聞いてた。BIM でビムさんですね、はい、だからそのレーベルがサミットっていう、あー聞いたことある。サミットっていうのが、そこにパンピーさんっていう人もいて、僕もパンピーさんめっちゃ好きだし、で俺練習着でもサミットの T シャツ実は買っててそれか。あとは僕がよく被ってるボットってあるじゃないですか、帽子とかパーカーとか、あれもそれも結構
ビムさんの影響を受けて結構着てるんですよ。ほんまに好きなんです。そうですね。すごいね。すごい。どんな曲？落ち着いてる感じ？夕暮れ時ぐらいになんか。ああ。まあ、ね、そうですね。いいね。いい感じの曲です。本当に。これもうストレッチとかの時ずっとかけてますね。はいはいはい。西ヒロト from INI ハッシュタグフロイニ、めちゃめちゃ良かったです。いいですよね。もう全部が僕もツボですわ。ミネさんのね、そうそうそう、うん、声のなんか重ね具合めっちゃおしゃれだよ ね、 あ絶妙だね。フローとかもめちゃめちゃかっこいい。トゥー勝負は 2AM からみたいな言ってました。そうです。なんかエモい時間ですね。エモい時間ですね。僕たちのラジオもですね。うん、そういうことだね。エモいですよ。僕たちのラジオもエモいよ。確かにね。ちょうどね、2時台だからね。そうそうそう、合ってますね。神や。おお。神。いい感じの曲って言ってたらめっちゃ分かった。なんか、うん、そのメロディーとかが。いい感じ。気持ちいいね。めっちゃ気持ちいい。気持ちいい感じですね。はい。はい、皆さんもぜひビムさんの曲いっぱい聴いてみてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで以上イニチューンズのコーナーでした。イエーイ、はい、イエーイ、グローバルボーイズグループ INI がお送りしています From INI。 みんな、はい、どうでしたか？めっちゃ楽しかった、ね、いや楽しかったよ、めっちゃラジオって忘れて話してた。普通にいやいやいや、普通に喋ってた、ね、まあ、ラジオっていいですね。なんかラフでいいよね、本当に素で喋れる、うん、そうそうそう、いや幸せだよねこんなの配信で、ね、メールの編集音声ねめっちゃ必死に勉強しちゃったいやでも事実だから確かに言うだ、割となんか事実勉強するとこある認めたくないことは言い訳しがちってことでもフェイバーもそれ2位だからね確かにね、も割と遅い時あるから。確かに俺遅い時マジで遅いもんね。も割と俺結構イメージ通りってことなんかな結構順位高いやつ合ってたからな確かに。ということで INI からのお知らせもございます。はい、僕たちね、はい、結構いろいろ活動していますが、はい、もろもろの活動は Twitter などの SNS をねチェックしていただければ載っていますので、いろいろとぜひ、はい、チェケチェケチェケ、はい、はい、ここで番組からのお知らせです。番組ではメッセージも募集しています。番組の感想、メンバーへの質問、悩み相談などメッセージは無料の音声アプリオーディ AUDEE オーディの中にある番組ページのメッセージフォームから送ってください。こちら PC スマホ両方からアクセスできます。なおこのオーディでは From INI 聞き逃せ配信もありますので、ぜひそちらも聞いてください、はい、そして番組公式ツイッターもございますので皆さんフォローぜひお願いします。番組の感想などハッシュタグフロイニフロイニフロイニでぜひつぶやいてください。皆さん、はい、つぶやいてください。フロイニ嬉しいです。はい、それではまた来週も金曜1時にお会いしましょう。ここまでのお相手は INI の西ヒロトとシューフェンファンと田島翔吾と佐野雄大と池崎理人でした。じゃあ最後に全員で11人でせーの、さようなら。オーディー。